はい、ドイドご飯の時間がやってきました。今日は東京の中野に来ています。今回のお店はここ、いきなりステーキバカな。はい、というわけでお気に入りのワイルドステーキ1ポンドを注文、そしてステーキが来るまでビールを飲んで待つことに。乾杯。はい、まずはサラダから。いきなりドレッシングと生野菜の相性が抜群。どんどん進む。いや、このドレッシングには一体何が入ってるんだろうね。どんな野菜嫌いの人でもこのドレッシングをかけたら絶対野菜好きに変身しちゃうよ。こちらワイルドステーキになります。はい、失礼します。こちら生肉になりますので、お好み加減で力見えで焼いてからソースをかけてお召し上がりください。美味しそうな音を立ててやってきたよ。表面はこんがり焼かれてて、上にはガーリックバターが乗ってる。おー、中はピンク色のレアだ。では早速ステーキソースをかけていただきます。いただきます。いやー、それにしても大きくカットされた肉を口の中に放り込むだけでも大変だよね。肉と格闘です。今日も美味しいね。柔らかい、すごく。こんな本格的なステーキが手軽に食べられるなんて、お肉好きにはたまらないステーキ屋さんですよね。ごちそうさまでした。完食。完食。